ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。ひとみ、フランスへ行く。その後、フランスでの結婚式か、いいなあ。ママ出席できて。結婚した幸子さんって俺らの結婚式にも来てくれとったな。確かニューカレドニアから来てくれとったよね。幸子さん現地の子供たちにバスケ教えに行っとったけんね。ああ、やけんフランス人と。ニューカレドニアってフランス領やもんな。そらひとみちゃんもフランスに行っちゃらないかんな。友情がすごいね。友情か。男の友情は女の友情より強いやら言うて、ひとみに怒られたことがあったな。なんそれ。男は学生時代からの付き合いがずっと続くって思って、一方女性って家庭に入ったら友達と疎遠になる感じがしてさ。ひとみさんと幸子さんの友情すごかったよ。幸子さんが怪我した時、ひとみさん幸子さんが治るように神社でお百度10回踏んどったしね。合計1000回お参りしたってこと。すごいね。あら、ひとみさんからメールが来たよ。サッチンからお母さんにメール来ると思います。あと大輔さんのアドレスも聞かれたんで教えてますけど、もしかしたら迷惑かけるかもしれませんって。あ、早速幸子さんから来たよ。こんにちは高取さんではなく、ひーちゃんのお母さんのみちこさん、お久しぶりです。ひーちゃんの顔を見たら、今が幸せなのがすごくすごく伝わりました。最高に嬉しかったです。あ、俺にも来た。大輔さん、私の大切な大切な友達を幸せにしてくれて本当にありがとうございますって。幸子さんに幸せになってほしい。いい友達。ラジオドラマ幸せの高取家。ひとみ、フランスへ行く。作、阿久根智明。出演、辰山康明、池尻和佳子、藤原珠樹、本田奈々香、富永のり子。録音、林光介。編集、ミュージックリザーブ。協力、ライトスタッフギルド。制作は RKB ラジオでした。